はいおはようございますキャプテンアスのバイブルトークです、えー、今日は2月の21日、えー、民数記の26章の1節から34節までを見ていきたいと思います、えー、ここからですねあのー、約束の地への入国の準備というかねそういう感じになってきます、えー、そうですね あのいろいろねあのいろんなことありましたいろんなことって言ってあれですけどもあの昨日までの見て見てくださればいいですけどもでこれからヤクトもちろん目の前にしてこれからそこに入る前にいろいろ準備があります。で1つ目は人口調査、えー、26章の一節から「この新罰の後主はモーセと祭司アロンの子エルアザルに告げて教せられた」。 イスラエル人の全回収につき不の家ごとに20歳以上でイスラエルにあって軍務に就くことのできるもの全ての人口調査をせよと、はいえー、人口調査の理由っていうのはねあれなんでい、ね、大体あれなんですねこれあの戦争なんですね。これから戦うためのまあだからその20歳以上の男子というかねそういうふうにやるんですけどももう一つここにはもう一つ、えー、理由があって各部族 各部族の何とかな占領してからのこう土地の配分とかねそういったものもあるので、えー、まずここでどれだけの、ね、部族がいてどういうふうになっているのかっていうのを調べると人口調査をせよと言いますと。えー、でこの時の人口調査っていうのはあの民主主義最初ね最初人口調査から始まりましたけどもその時の人口調査の人たちは全員いませんと。 死にますすとということですねなぜかというとあの全員あの薬草の地に入ることはできませんよヨシアとカレブ以外はっていうふうに言われてますのでヨシアとカレブ以外は全員荒野で死に絶えてますと。でさらにモーセも、えー、入ることはできませんということでこの人口調査は本当に新しい世代の人口調査です。まあ、ヨシアとカレブはいますけどね、えー、ということでその後 この場所はエリコを望むヨルダンのほとりのモアブの草原で、えー、20歳以上のものを数えたと。でルベン。でルベンの中にもねいろいろねエノク族とかパル族とかねいろんなその部族の中にいっぱいいろんな部族があるんですね。でその中でこの部族、ね、ルベンシメオンガドユダイッサカルゼブルン。 いろいろありますけれどもそれ以外に書かれていることをちょっと見たいと思いますまずは九節からエリブのエリアブの子はネムエルとダタンとアビラムであったこのダタンとアビラムは回収に選ばれたものであったが彼らはコラの仲間に入りモーセとアロンに逆らい主に逆らったのであるその時地は口を開けて彼らをクラと共に飲み込みその仲間は死んだすなわち火が二百五十人の男を食い尽くしたこうして彼らは警告の印となった しかしこれらの子たちは知らなかったとあります。ね、こういう出来事が、こう、入ってんね。他のただの、こう、部族の名前と、そういうね、土地のなんかこう、登記簿的な。登記簿っていうのは、なとにかくその、人口調査の書類、資料。の中に、ちょっとこの警告文とか、物語が入ってます。一つ目はここ。まあ、これ警告な意味がも、があるということで。で、次は十九節。 ユダの子はエルとオナンしかしエルとオナンはカナンの地で死んだとありますけどこれもねあの、まあ、ユダ族に関するちょっとストーリーというかねそういうものが書かれていますと。でもう一つは十三節33節には「ヘフェルの子サロ・フハデには息子がなく娘だけであった」。 チェロフハデの娘,娘の名はマフラノアホグラミルカティルツァであったと、えーえー、33ですねこれもねこのテフ、えー、テチェロフハデ家に男の子がなくてこの娘5人いたんですけども相続地の問題でねこのあとねこのあと出てくるんですけども27章かな27章と36章にこの記事があるんですけども。 私たちの部族もう男がいないからもう途絶えてしまう土地がもうなくなっちゃいますよってことで孟瀬に訴える事件がありますとでそのことについてここで書かれているまあそのに詳しいことはその時にまたやりますけどもそういうふうにこの「民数記」の26章前半にはえーこう人口調査の結果とともにそういったちょっとしたそのねいろんなストーリーが書かれていますと。 えそれ以上にねここもうちょっとここあの言うことないっていうかあれなんですけどもまあ人口調査いよいよねあの人口調査をしてこれから約束の地に入るんですけども皆さんご存知のように「はい約束の地着きました万歳」じゃなくて人口調査するってことは戦うんですよ。戦うんですよねエリコの戦いね。あのえ くれるんじゃないのっていうね最初はそうですけども約束の地って言って約束されてあなたたち占領しなさいっていう風うに言われてますけども行ってさらちをねあ,あここが俺たちの土地かっていうそういうんじゃなくてそこに住んでる者たちを戦って倒し追い払いっていうそういうものがありますもちろんそれってどうなのって思うかもしれませんけどもこれねあの私たち人生として考えた時にそんな簡単なもんじゃないと ね、あなたの約束の地はここですよただ行けばいいんですじゃなくてそれは勝ち取るもんだとあのー、なん,かなんかね戦国武将とかが、あのー、この土地はね全てお前たちのものだただしこう自分の手で勝ち取れみたいなそういうこうねものがあって、えー、この「民数記、えー、いよいよクライマックスになりますけどもその土地というのは簡単にこう 手に入るものではないと、えー、そのための今準備を、えー、しているところでこの後半ってその準備の,あの話になるので結構まつ,まんなくないつまんないとは言わないあの面白い話がなくなります。 あのー、石もうせやが打ってたりて怒られたりお腹空すいたとかって言ってね蛇に噛まれたり蛇じゃないや水がないって言って、あのー、蛇に噛まれたりとかねいろいろ混ざってますけどもそういうなんか話がなくなってまた最後の方後半は割とこう決まりとか命令とかそういうものが増えてきます。神様の命令 神様の、えー、何かねルール的なものは増えてきますでもそれはそれで本当にね、えー、素晴らしい私たちが聞くべき今の私たちも知るべきことでもあるので後半、えー、一緒にね読んでいきたいと思いますそれではまたごきげん